ね。はい。タイヤこのカラーで行く方がエンジン的にもね、いいだろう。そうですね、うん、みんな大体2時までしてね、大体これ回転はね、はい、スロットでも大体3000単位よ、3000、あのガバナーっていうのが効いてくるんで、ガバナー、うん、それ以上回転は上がらないように、うん、そうするとエンジンがエンジンを長持ちするため、させるため、ね、だからスロットいっぱいにしてもいいけど大体はもう3000回転で、剪定塗装した時は3400くらい上がる、3400、うん、同じあれでね、剪定ついてたらもうやっぱ3000から上がらない、今は綺麗から3400ぐらい上がります。だからもうそれ以上上げようもたらガバナーの安全を外さなあかんけど、そうするとエンジンが悪くなるっていうようなことやね。はい、でトローリング用のこんなついてるけど、はい、使ったことない。あ、トローリング用の何で使うんですか。知らん。これと一緒やと思うんやけどね。なるほど。じゃあもう少し。はい、これで U ターンしてからスピード出します。そうですね、U ターンしてから、はい、いいですか。ええ、いいですよ。
かるけどね。スピードがどん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 上がってくる。わかります。24ぐらいいってます、ずっとしてたら。なるほど。これ機械が古いから何ていうの、あれ遅いよね。あ、計算がですね、計算が。